さあ、アベプラで放送されました、アサクリシャドウズに関する問題。今、こちらがかなり話題となっておりまして、で、結論ですね、炎上状態となっております。で、まあ、田村さんの問題については以前取り上げておりますので、まあ、今回はね、もう一人の自称歴史家の方、具体的には、加来耕三さんっていう方なんですが、こちら、有名な歴史家であると、そういった紹介がね、番組内でなされておりましたが、ただ調べたところ、歴史家ではないことが判明し、で、さらなる炎上を呼んでいる状況ですね。で、まあ、それだけであれば、まあ、認識の齟齬だよねっていうだけで終わってしまう話なんですが、内容がかなり問題となっておりまして、この方どういった発言をされていたのか、こちらね、かなりピックアップして様々なところで取り上げられておりますが、具体的には、今回ですね、弥助は侍で問題ないと。このような見解で問題はないので、このゲームはね、正しいですみたいな、そのようなニュアンスの発言をされ、で、ここもね、かなりピックアップされ、で、番組内でも、かなり紹介をされていたかと思っていて、ただ、ここの弥助や侍で問題ないっていう、この問題ないって言ってるものの、全く根拠がないんですよね。で、かつ、まあ、信憑性もなく、感覚だけ、なんとなく語っているだけで、で、まあ、火消しのつもりでこういった発言をされたのか、まあ、話題逸らしのためにこのような発言が飛び出たのか、全くわかりませんけど、ただ明らかに誤認をするようなことをですね、このようなメディア、公の場で発信したことによって、かなり困惑の声が今広がっております。で、ここに対して皆さん思うことございましたら、ぜひコメント欄で教えてください。よろしくお願いします。で、まあ、そういった形で様々なメディア、ネットブログとかでもですね、ちょっとこの発言はさすがにまずいんじゃないかっていうことが今騒がれておりまして、まあ、非常にこれ問題ですよね。まあ、具体的には弥助や織田信長の小姓となり、刀で本能寺の変で戦ったので、侍として問題はない。まあ、そもそも戦ったっていうような史実がないにもかかわらず、まあ、戦ったことになったりであったり。で、まあ、厳密にはこれ侍ですらないっていうことは、まあ、残ってる城をベースではほぼ確実なわけなんですが、ただ、こういった、想像により、まあ、侍として問題ないという発言により、結果として UBI 側正しいみたいな、そういった話の持っていき方になっていて、で、結論、こちらの話題について今触れている方は、ただ単純に騒ぎすぎだみたいな、ちょっと細けんじゃねえかっていうような発言があったりとかで、まあ、最終的には火消しの番組にね、誘導されていったっていう流れがあります。で、そのことからですね、今相当問題となっていますね。で、まあ具体的には、番組内でこういったね、スクショなどがあったかと思いますが、まあ非常にですね、語弊を与えるような内容となってしまっております。で、まあこの方は歴史家とね、ここでもピックアップされて語られておりますが、どう見てもですね、こちら、歴史家ではないんですよ。で、この方普段何をやってるかっていうところに次は、紹介をしていきたいわけなんですが、この方はね、どちらかというと、作家なんですよね。まあ、ウィキペディアでも歴史家って書かれてるんで、まあ、この歴史家っていうこの定義が非常に難しくて、職業歴史家なんてないじゃん。ないので、まあ、自称なんですよね。で、まあ、作家であることは間違いありませんと。じゃあ、どういった作品を出しているのかっていうところなんですが、まあ、どちらかというと、史実をもとに、面白おかしく、物語を書いていく。いわゆるフィクションみたいなものかな。まあ、史実であるんだけど、まあ、ちょっと面白おかしくニュアンスを付け加えて、まあ、読者が楽しめるように、歴史マニアが楽しめるような小説を書く方なんで、まあ、だからまあ、そのなんだ。史実がベースになってるけど、一部改変したりとか、物語っぽくしたりとか、追加で要素を入れたりとか、まあそういったチョイスをする方なんですよね。で、そういった作品がね、非常に散見されることから、多分この方の、まあ、見解であったりとか価値観で、まあ、別に侍でも問題ないんじゃないですかね、みたいな軽いノリで多分回答されたのかなと思ってて、で、それが今かなり一人歩きして問題となっているって感じなんですよね。まあそういった感じでございます。
まあ他の番組でもね、まあ一応その専門家っていう立場で招かれて、まあ、発言されたりしてるんですが、まあ歴史に詳しい方、マニアの方からかなりね、指摘が相次いでいて、例えばその明らかにこの方想像だけで語っているよね。まあ歴史家であればしっかりと資料をもとに、じゃあどの資料のどこにそういった記載があるのか、で、いつそれが発見されたのか、ってところに基づいてしっかりと話をするべきだし、ただこの方っていうのはそういった発言はほとんどなく、まあ一部あるっちゃあるんだけど、基本的には〇〇って人物は〇〇だったんだみたいな感覚とか、あとその感情的に話す場面が非常に多く、信憑性にも乏しく、まあどちらかというと自分の中でそう信じきってる勝手な解釈、歴史とかを語っている方になるんですよね。まあそのことから以前から問題となっておりましたが、まあ案の定ですね、今回のアベマ TV でもですね、かなり問題となってしまっているといった状況運びとなります。まあそりゃそうだろうなと思いましたね。まあ作家かつね、割と適当に感情的に話してしまうような方なので、まあ明らかにその人のチョイスを今回は、アベマ側間違えてしまったのかなと思いましたね。まあちゃんとその歴史の、書物をしっかりと読んでいる方、かつそこを元に語る方じゃないと、多分ああいった場面っていうのは出すべきじゃなかったのかなと思いましたね。まあ各構造さんもいつものノリで答えてるだけみたいな感じなので、まあ悪いことしたとか、まあ特にね、間違ったような発言をしたっていう認識はないかもしれませんが、まあ非常にこの話題ですね、国際問題に発展するぐらい、かつまあ発売中止の署名が集まってるぐらいですね、ホットな話題。さらに、かなりね、熱い方が多いといった状況なので、まあ結果として炎上してしまってるっていう感じかな。まあこの各構造さんもまさかこのタイミングでこんなに炎上すると思ってなかった、でなおかつこんなに有名になる、取り上げられると思ってなかったんじゃないかなね。各構造って俺もさ、誰だよって感じだったから、誰みたいな、知らねえよみたいなね感じだったんだけど、ただまあ今となっては相当有名ですからね。まあ有名というか、炎上したことによって有名になってしまった。まあこの方としては名前が売れたので、まあ別にいいっちゃいいかもしれませんけどね。あとそのテレビ番組とか、あとそのなんだろうな、そういった番組からすると、まあ、使いやすい人物ではあるよね。まあ例えばその頭の固いおじいちゃんみたいな、まあ史実とか、まあそういったその歴史的にしっかりと検証されたものしか語らない方って番組からすると使いにくいんですよ。ただまあこの各構造さんとかは結構ノリで話したりとか、そういったねタイプの方なので、まあ割と使いやすいっちゃ使いやすいんですよね。だからまあ要するに、史実じゃなくても面白ければもうそれが事実でいいんじゃないかみたいな、もうそういった方向で話を持ってていいんじゃないかっていうような解釈をされる方なので、まあそういった方だから、まあ番組的には使いやすいんでしょうね。だからまあこういった話題に誘導してくださいって言ったら、多分この方であればもう平気でプライドなく誘導されるかと思いますので、まあ番組とか見てるとね、まあそういった方ではあるので、これを見てたら、まあ面白おかしく歴史を語るみたいな、物語を楽しんでもらうっていうことをコンセプトに活動されている歴史小説家なわけだからさ、まあそりゃそうだよなと思いました。だからまあ使いやすいっちゃ使いやすいんでしょうね、この方は。い、まあそういったところで、ちょっとまあいろいろとね、問題がありそうな著書が多いんですが、っていうかこれ本当なのみたいなね、内容とかも結構あったりとかさ、何なんだろうね。なんか歴史って結局言ったもん勝ちみたいなところがあるんですかね、これを見てると。まあ面白おかしく改変したりとか、自分なりの解釈をして、変えてしまうみたいな、なんかそれもそれで危険だなと思いましたけどね。っていうか著書多すぎだろう、どんな頻度で出してんだよっていう出しすぎだろう、ちょっと待って、出しすぎじゃない、これめっちゃ出してるよね。まあ代表的な著書としましては、自分もねそんな詳しくないのでわかんないけどさ、ただまあタイトル見る限りだと、なんかいろいろ問題ありそうなものが結構あるけどね。はい、まあそういったところで、別に今回のね朝倉シャドウズとか安家問題について、話題となっておりますが、この人自体もかなり問題があるかと思っているので、なんかこれからどんどんね違う意味で話題となりそうだなと思いました。はい、まあそういったところで、朝倉シャドウズ問題、今回アベ
プラで取り上げられ、様々なところに波及し、飛び火している状況ですが、今回ね、こちらの方が炎上しているといったところで、どういった経緯でこうなったのか、ってところをお話しさせていただきました。以上です。お疲れ様でした。